オクタビオ・エドアルド・ド・ーテル・ディアスは、ドミニカ共和国サント・ドミンゴ出身の元プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ、MLB13 球団でプレーした、ジャー・ニーマン。1993年5月20日に、ドラフト外でニューヨーク・メッツに入団。1999年6月26日に、メジャーデビューを果たした。同年は19試合中、14試合に先発登板。 防御率は5.38だったが、発祥を上げた。1999年12月23日に、デレクベル、マイク・ハンプトンとのトレードで、ロジャー・セデーニョ、カイル・ケッセルと共にヒューストン・アストロズへ移籍した。2000年は先発として16試合に登板したが、リリーフとしても34試合に登板し、16、セーブをマークした。2001年からは、 ほぼリリーフ専業状態となり、105.0イニングで145奪三振を奪う力投を見せた。2002年は83試合に登板し、自身初の防御率1.00台をマーク。6勝6セーブをマークし、118奪三振を奪った。2003年は2002年ほどではないにしても、リリーフの軸として素晴らしい成績を残した。2004年は、 クローザーとして32試合に登板し、14セーブをマーク。2004年7月24日にカルロスベルトランとのトレードで、ジョンバックと共にカンザスシティロイヤルズに送られるが、その場で直ちにマイクウッド、マークティーエンとのトレードで、オークランドアスレチックスへ移籍し、移籍後も22セーブをマークした。リーグをまたいだに球団での合計の年間36セーブは、結果的に、 キャリアハイとなった。2005年も開幕から、クローザーの地位を守り続けていたが、肘を故障してしまい、6月に手術を受けた。10月28日に FA となった。2006年1月4日にニューヨークヤンキースと契約。8月に復帰した。しかし、復帰直後ということもあり、成績は振るわなかった。10月30日に FA となった。 2006年12月8日にカンザスシィロイヤルズと契約。2007年はクローザーとしての役割を期待されていた。2007年7月31日にトレードでアトランタブレーブスへ移籍。11月7日に FA となった。シカゴホワイトソックス時代2008年1月22日にシカゴホワイトソックスと2年1100万ドルで契約を結んだ。 2009年11月9日に FA となった。2010年1月20日にピッツバーグパイレーツと契約。2010年7月31日にトレードでロサンゼルスドジャースへ移籍。2010年9月18日にコロラドロッキーズへトレードで移籍。11月1日に FA となった。トロントブルージェイズ時代2011年1月4日にオプション付きの1年契約で、 トロントブルージェイズと契約した。セントルイスカージナルス時代2011年7月27日に、ブルージェイズ、シカゴホワイトソックス、セントルイスカージナルス間での三角トレードで、カージナルスに移籍し、ワールドシリーズ制覇に貢献した。オフの10月31日 FA となった。2011年12月7日にデトロイトタイガースと契約。2012年4月21日の、 テキサスレンジャーズ戦で通算700登板を達成。2013年開幕前の3月に第3回ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に選出された。シーズンでは6月8日、右ヒーちの怪我のため60日間の故障者リスト入りした。10月31日に FA となった。2014年10月3日に引退を表明。ありがとうございます。